今日は先日キャンドゥで可愛いポプリを見つけたので、それを瓶に入れてポプリジャーにしてみたのをシェアしたいと思って動画にしました。ポプリを瓶に入れてちょっと飾るだけで、作り方というほどのものじゃないのですが、よかったら見ていってください。こちらがキャンドゥで見つけたポプリになります。こんな感じでアクセントになるお花が入ってて、このまま飾っても可愛いなと思ってつい買ってしまいました。入れる瓶ですが、家にあったものを使ってます。こちらがイケアのピクルスが入っていた瓶で、こちらはよくあるジャムの大瓶、こちらは小さめのジャムの瓶、こちらは何が入ってたか忘れちゃいましたが、細長いので面白そうです。では袋を開けて瓶に入れていきます。すごくいい香りがします。色鮮やかで綺麗です。できるだけ同じ色が固まらない感じで適当に入れていきます。半分くらいのところでアクセントになるお花を入れました。さらにポプリを入れていきます。こんな感じになりました。ついでに長細い瓶にも詰めてみました。こちらは下から上にかけてポプリの種類を変えました。香りが混ざってしまうので気になる方にはおすすめできません。色は綺麗にできました。私は香りも気に入りました。ガーゼを使います。ダブルガーゼだと香りが出にくいので、シングルガーゼか目が粗い布がいいと思います。私はマスクで余ったガーゼを使いました。あと、こんなのもダイソーで見つけました。ダブルじゃなくてシングルの目の粗いガーゼです。ガーゼをかぶせる瓶の口よりちょっと大きめのサイズにカットしました。輪ゴムとリボンを用意します。こちらも確か100均で買ったものです。ガーゼをかぶせて、ゴムをかけます。引っ張って
真ん中に来るように調整します。大きすぎたと思ったらカットします。当然こうやってほつれてきますが、ちょっと積極的な感じで取っちゃいます。輪ゴムにかぶせる感じでリボンを結びます。リボン、ちょっと強引にすべて表を向かせました。カットします。出来上がりです。私はほこりがたまりそうでガーゼをかぶせましたが、こんな感じでかぶせなくてもいいと思います。瓶の蓋のネジネジ部分が見えないように紐やリボンで飾ったら、それだけでも可愛いインテリアになると思います。紐もこんな風に可愛いものが売ってます。こんな紙紐でも面白いです。お家にあるものやお好きなものを使ってください。3つ完成しました。材料費もあまりかからないで、かわいい香りのインテリアができるので、よかったら作ってみてください。